さて、この後の具志堅ストアからこの方入りました。はい、いつも元気な見習い店員まいこですよ。はい、今日はね、罰ゲームをまいこさんにお伝えしたということで、久高まりさんを罵倒するダメ出しでした罵倒でもいいんですか？あのイメージで言うと、今日夜まりさんが寝る前に思い出して嫌な気分になる嫌われないですか私。ダメ出し用意してきました。ありがとうございます。マーリーさん、たまにね、こうショートパンツで出勤されるんですよ。おお、夏とかね、うん、やめて。なんで？急に女感じるからそうなの？私個人的にね、マーリーさんは天真爛漫でいつまでも少女。わかります。ああ、たまにショーパン履いてるマーリーさん、夏の日のナインティナインスリーみたいな現象が起こるわけ。いつまでも少女と思った周りが女だすっていう。ショートパンツって逆に女性のイメージないけどね。ほんと？私はちょっと、あ、そうなの？だいぶバーベキューの時そうなの？はい、めっちゃ面白い。あれはちょっとマイクには知りたい。あと一ついいですか？あと一ついいですか？あと返しが斜め上すぎる。なんかエピソードトークして私こんなだったんですよ、そんなことあるが来ると思ったら、わかるよって言ってかぶせてきて、なんなら私より強いエピソードを持ってくれるから。悪い癖なのよこれ。本当にありがとう。これボイスチェンジで第三者から言ってもらった方がいいのよ